年明けましておめでとうございます。ジョイカロビオル散歩支店の野口です。今日は除雪のこだわりをちょっと紹介したいなと思います。うちの会社いつも雪降って止んだと同時に除雪するんですけれども、ご覧の通り全部一台一台温水の高圧洗車して、スノーブラシ等は一切使いません。なのでだいたい大雪の翌日にはよっぽど雪とか降らなければこういう状態綺麗になってます。で結構それすごいこだわってて、だいたい北海道の車屋さんって大雪の次の日はもう車の上にお寿司のように雪乗ってる感じが多いんですけれども、うちの会社はそれ極力なくそうということで、僕入ってからもそうですけどずっとこの状態になるように意識してます。で見ていただいたら分かると思うんですけど、うちの会社大体雪の次の日通っていただくと、ほぼ普通の夏と同じような感覚になってます。こういうグレーチングの場所も極力出すようにしてまして、こういったもう道路と歩道と店舗の場所の境界線が分かりづらくなるのが、北海道の車屋さんの特徴なんですけれども、それがなるべくないようにしてます。でいち早くやっぱりきちんと旗と立てることで白に赤旗ですごい目立つので、そういうところもすごいこだわってます。で、店舗入り口こうやって東海の端、結構ここ雪で隠れてしまってホイール当たったりとかもあったら困るので、こういうところも極力きれいにしてます。でなかなかここまでやっている車屋さん、北海道雪帯広少ないので、ちょっとね他の北海道の地域とは違うかもしれないですけど、すごいそこ僕らこだわって仕事してます。なかなか実際雪降った次の日で見た感じこうなってるところはそうそうないので、一応そこ一つこだわってます。一番よくあるのがここに雪乗っかってたり、屋根のここに雪乗っかってたり、この辺の縁とかに雪ついてたりするんですけど、うちは大体、これも縛れてるだけなんで雪ではないんですけど、大体うちこれこういう感じで詰める綺麗になるように努力してます。はい、2021年最初の動画はうちの店舗のね除雪のこだわりを紹介しました。おかげさまで登録人数も100人いまして、いつもご視聴ありがとうございます。2021年もジョイカロ帯広散歩支店頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。また登録チャンネル登録とあといいねの方もよろしくお願いします。それではまた。